吉田さんお疲れ様です。劇作家のねクレア・ブース・ルースっていう人がね面白い言葉を残してるんですよ。お金で幸せは買えない、だがお金はあなたが不幸である間不自由ない生活をさせてくれるってことなんですよね。だから感情によって幸せとか不幸せってのはあるけども、とりあえずお金があれば不幸せの間も何不自由ない暮らしは提供してくれるってことなんですよね。で転じてね、私の塾生さんでね、この言葉に似たような暮らしを送ってる人がいて、その人はねなんかねちょっと離婚問題で揉めて、別れたらしいんですよ。別れて落ち込んでる時でもなんかね、いわゆる女性と触れ合う場所にいっぱい行ってなんか楽しい時を過ごしてたみたいですね。だから逆に奥さんいなくなってよかったみたいなね環境になって、で新しい人生を歩み始めたってことなんですよ。でもお金がなかったら多分ずっと引きずってたかもしれんと言ってましたね。だからお金があるってなんかね、その人生の寂しさすら埋めてくれたりとか、人間を失った時のその失望感っていうのすらね、喪失感っていうのすら埋める可能性があるんだなと思っちゃいますね。お金がなかったら、自分は家族すら失ったって感じで何もかもないみたいになっちゃいますけども、何もかも失ったけども金はあるなと思えば、なんか新しい希望が出てきちゃったりするのかなと思っちゃいましたね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。